まだマイファミリーだから、ね、そうなんですよ。だからこれ始まってんすか。え、奥さん、え、ちょっと待って、じゃあじゃあ共通点を見つけたんすよ。ねえ、みんな挨拶してよ。いや、今ちょっとマイファミリーの話、じゃあマイファミリーも分かるんだけど、マイファミリーもめちゃくちゃ面白いから。見てないの。いやいや、山田君見てない、見れないのスケジュール。いや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 、ちょっと待ってくださいよ。もったいねえな、もったいねえな。終わった時期で、終わったらちゃんと見ますから。同じ時期でやってるのがもったいない。もったいないですね。録画してる、かわいそう。録画してる。じゃあ挨拶しましょう。いや、マイファミリーもいいです。いや、今マイファミリーの話してる。じゃあ、じゃあ、こんばんは、ジャニオチャンネルです。始めちゃった。こんばんは、こんばんは。ということで、はい、まあまあ始めていこうと思ったけど、まあちょっとね、前の見え走ったかったんで、けどマジで本当に気になったこと全部俺答える回答。おーどうも、失礼します。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 何したの？ YouTube の撮影してまして、はい、で、ご挨拶に。はじめましてですか、もしかして。はじめまして、やっぱ関西だから、なんか活気が違いますね。いや、勢いがやっぱありますね。全然違います。ありがとうございます。菊池の元気さがもうかすれるぐらいですよね。いや、そうだって、黙っちゃうんだもん。いや、もう圧倒されちゃってね。一番下で僕が20歳です。僕は20歳。上は？リチャン。はい、僕が27です。あ、じゃあ、同じ年だ。あ、本当です。美容院の人？いそう。違います。え、リチャードは？僕26なんですよ。じゃあもうお前なんか日本語下手じゃん。今の26なんですよ。なんか俺今別に 3D メガネかけてるわけじゃないよね。なんか飛び出てきてるんだよ。ちょっと立体感、立体感があるの。いや、ちょっと今あるかもしれないです。ハンガー見てくださってましたよ。まあ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 、やっぱり本物出てくるとやっぱ 3D に見えちゃうのかなっていうのは。こいつ 2D だもんね。そうなんですよ。なぜひげ剃ったの？え、だってあれキャラクターじゃないの？結構怒られます。怒られた。偉い偉い。それで剃ったのは偉いんだよ。お前もチャレンジした上での。はい。いけるのであればっていうのはあったんですけど、あ、ダメなんだなっていうのはすぐに分かったんで。トライしたのも偉いし、すぐやめたのも偉い。6人組なんだ。はい、そうなんです。結成したのは2019年の2月18日です。ああ、じゃあ3年前ぐらい。はい、そうですね。プロデュースってタッチョンか。あ、大倉くんと横浜くんがやってくれた。あ、横浜くん。はい、仲いいの。仲いいです。いいです。いい、飯とか行ったりするの。行きます。します。でも僕今日久しぶりに東京みんなで来るんで、メールで飯みんなで行きませんかって言ったら、まさかとだけ行きたいって言ってくれました。そこは無反応だった。はい、仲悪いじゃん。仲いいですよ。仲いいですよ。だったら言いますもんね。ちょっと、うんうん、あの予定があるから分かんないけど、俺ボパスとかそれやんないといけないから、大体戦を気使って、うん、この後何かなかったら一緒にどうですかみたいな、うん、どこにどれどれの思いがあるというか、返さないにも思いがある。そうですね。でリチャードの思いなんだろう。僕的にはまあ送らなくても通じてるであろうという。え、結局で行くのは誰なの？今日行こうと思う。誰だっけ？いいな。いや、予定がないんですよ、僕は。だから行った。だから行った。だって結成して3年でその空気ってちょっとなんか早くないですか？いやいや、まあまあまあ、そうですね。仲はいいです。ほんまにいいです。ほんまにいいです。行かないんだろ、だって。行かないです。休み行ったり。あえて気遣って、なんか顔出すっていうかはもうスパッと行かないみたいな仲の良さなの。そうなんです。信頼感が。ほんまにそうです。ちなみにちょっと宣伝的なことで言うと、A グループ何曜なの？火曜日やらせていただきます。はい、はい、みんなでなんかご飯行くとか、ね、そこもさ、回せるっちゃ回せるわけじゃん。あー、ちょっと今日でご飯行きました、行きましたみたいな。確かにね。まあ、企画なら悪いよな、それ。ちょくちゃドライだけビジネスなんだよな。いやだけチャキチャキのビジネスマン混じってますよ。なんかソロライブやってなかった？ソロライブやってました、大阪で。一人だけ？あ、そうです。すごいね。ありがとうございます。そう。じゃあ、していただきましょう。さすがだね。勢いあるんだ。ハイハイも美少女も食っちまうぞ。東京もんは。やっぱそういう気持ちもあるな、やっぱり。東京もんには負けたくねえ。まあ、もちろん。はい。やっぱそうなんだよね。昔からそんな感じですもんね。やっぱね、東京と関西でちょっとこう切磋琢磨するみたいな、あったよね。
でもなんかこんだけこう元気あるとやっぱ応援したくなっちゃいますよね、なんか、うん、僕らも刺激もらいますし、負けたくないなってのもありますし、ありがとうございます。楽しそう、チャンネルが。うわー、ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。俺とか二宮君とか中丸君いるんだけど、難しい話だね。山田君が唯一あの後輩 NG っていう。後輩 NG? 聞いたことない。すごい、後輩 NG なんてそんなことはない。そんなことないよ。ちょっとでも僕知ってますよ、関係者の時一回リチャードって言ってますよね。まあ正式に言うと俺が言ったんじゃなくて、風磨の悪口だと書いてます。僕は言ってない。僕は言ってない。今の分かったでしょ、もっきりついてるから今。嫌いじゃない。わからないから、でもっと知った上で、なんかね、いい意味で嫌いってことだよ。嫌い。多分単純に嫌いってわけじゃないから。そうだね。愛情がある。徐々に。なるほど。距離がもっと縮まったら、ぜひぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ないじゃん、もうなんか言い残したことは。大阪では手土産もなしに東京に来るの申し訳ないなと思ったんで、プレゼントでギャグを持ってきたので。うわ、へえ、ありがとう。あるんだ。はい、でヒューマンくんもらっていただけないですか。やったじゃん、わざわざ大阪持ってきてくれたこと。そうです、もちろんです。まあじゃあそれはせっかく。いや、ありがとうございます。もらいましょう。お願いします。すげえ、いきなりどんどんやった方がいいです。あ、それでもいいよ別に。そうしましょう。じゃあ、うわっ、すげえ、すごっ。まあ、つないでもらって。あ、はい、そうですね。僕はですね、2013年にジャニーに入ったんですけども、初めての M ステ、カツンさんの仕事なんですよ。あ、そうなんだ。はい、初めて東京に行って、初めてテレビに出て、初めてジャニーさんに会って、初めて尽くしの時に会った方にもう一回会えたっていうことですごく嬉しいです。はい、こちらこそ。あ、はい、だいぶ成長して。なんとか来た。4つあるんですよ。やろう。いきます。今日は A グループに会えて嬉しい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 。なんでか分かんないけど下の階の人がよく引っ越します。あと3つ。いやー、3つ、すげえ。こんなところにラーメン屋がある。興奮してきたな。ラーメン一つお願いします。あ、ありがとうございます。あ、うまいな。でもちょっと麺が少ないかな。まあでもまあいいか。ちょっとまあまだ腹減ってるし、スープも全部飲んじゃうかな。あ、もしかしてこれ飲み切った後になんか書いてあるとか、そういうサプライズあるんじゃないの。あ、なんか書いてある。替え玉一つ無料。今言うことちゃうやろ。一発ギャグ、初めてのお使い。いやー、今日初めてのお使いだ。ちゃんとお財布も持ったよな。ちゃんとエコバッグも持った。もう一回笑顔咲く。いや、初めてのお使い。入ってきた。入ってきた。出すきます。出すと寂しいですね。お、あり踏んで生えたらくぐる、そしてそれを防ぐ人。すげえ、すごい。ありがとうございました。どうですか、実際ちょっともう教えてみて。リアルに65点ぐらいでした。照れがちょっと。あ、照れがあった。こっちも照れちゃいました。本人がやったらもうちょっと面白いってこと。全然もちろん面白いです。最後のそのアリのやつが。じゃあ皆さんご一緒に。誤差範囲でしょ。言うてる。じゃあ帰りなさい。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。結果は傷ついただけじゃない。火曜日やってますんで、今後だけ。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。 A グループでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんでした。バンされろお前ら。死ねえ。やめてください。